曲目が、スマイルガールというちょっと男の子目線で書いたラブソングを出させていただきました。ありがとうございます。あと残り2曲なんですけれども、ちょっとしんみりとした曲が続いたので、意外とマリコでもアップテンポの歌は持ってますのでちょっと2曲ともね、そのリズミカルな歌を歌って終わりたいと思います。次の曲は友達に向けて、失恋した友達に向けて書いた曲になります。聴いてください。失恋事情。Thank you.
最後の